はい、テイルズ・オブ・リバース実況プレイのパート30やっていきましょう。鎮魂城を使いまして、暴走してしまっていた友人を落ち着かせることができましたと。なんか友人は友人でね、この自分たちに起きている異変について、まあ、ゲオルギアスが何らかの関係があるんじゃないかということをなんか調べてたらしいですね。まあ、その研究成果、ちょっと見ていきたいなと思いますが、どうなるな。一気に行くぞ。どういう変だ。見ていきますね。ガス状のやつ嫌いなんだよね。フラ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 、あの攻撃当たりにくくて。なんかスースーするんですけど。ああ、確かに。空気が流れているんだ。この洞窟がどこかに通じているのかもしれない。調べるんだ。よしよし。まあ基本的にねこの4人メインで使っていきたいなと考えているんで、とりあえず一旦このメンバーある程度ね欲しい技とか、育て終わったらちょっと他のね、まあ、友人とかヒルダも育てておくことにしましょう。もしかして強制的な戦闘とかもねあったかもしれないし。おっと、中に明らかに謎の空間あるもんな。こいつですよね。おい、お、スースーの原因はここみたいだね。音が響いてる。奥に何かあるのかも。ここんとこを壊せないかな。友人の出番でしょう。さっき空気す、マックスパワー、ドーン。洞窟内、よっしゃ行くぜ。いっぱい出すけど当たってないっていうね。の戦いを描いた石碑みたいですね。魔王、お前たちが探してたのはこれだったのか。どうなの友人。古代の遺跡だとは聞いていたが、それがこれなのかどうかは。ヒルダ、何と書いてあるかわかるか。聖なる王。文字がはっきりしないけど、確かに聖なる王って書いてある。聖なる王、詳しいことは書いてないのか。ちょっと待ってて。聖なる王とのせいじゃ戦い、聖なる王を倒され
王の怒り満ち、憎しみ、争い、これが精一杯。ぶつ切れすぎてなんだかよくわからないわね。アガーテがしていた話に似ていないか。それもありますけど、今の状況にも似ているような気がしませんか。つまりこういうことか。かつての聖なる戦いにおいて、聖なる王は聖者たちに倒されたが、王の怒りだけが残り、影響を受けた人々は憎しみ合い争った。そして今、俺たちは儀式で復活したゲオルギアスを倒した。そのゲオルギアスの怒りが人々を憎しみ合わせている。じゃあ何か？ゲオルギアスを倒したのは間違いだったってのかよ。落ち着け、ティトレ。あの時俺たちには戦う以外に道はなかった。そうだよ。たとえ争いが起こると分かっていても、滅ぼされるよりはずっとマシでしょ。でもよ、今この国があるということは、何らかの理由でゲオルギアスの怒りや人の憎しみが消えたということじゃないのか。聖者の力、思念消え、危機去る。聖者の力、思念というのはゲオルギアスの怒りや人の憎しみのことか。きっとゲオルギアスの力に匹敵する大きな力があるのよ。その力を使えば思念を消すことができるんじゃないかしら。でもその聖者って。石碑の中に手がかりがあるかもしれない。もう一度調べてみよう。おいおい、ゲオ、あの、お、でしょうね。ゲオルギアスが映ってて、アップしすぎじゃない？この印、どこかで。印？これとよく似た印、紋章のようなものを見たような気がする。そう、ラジルダで。確かヒルダさんは不思議な力の話を聞いてラジルダに行ったんですよね。ラジルダに何か手がかりがあるかもしれんな。調べに行ってみよう。あれ、クレアさん一緒に行かないの？私が行ってもいいんですか？何言ってるの、当たり前でしょ。クレアさんはずっと前から僕たちの仲間なんだからね。みんな仲間。クレア、一緒に行こう。今さら帰るわけにもいかないだろう。ええ、ラジルダへ向かおう。ほいほい、目的地が見つかりました。またラジルダね。早いところね。さて、では早速、まだ船か。おっ、いいチーム買った、ここから本格的に、本編も後半部というところですね。これで一安心です。はい、
はい、フィールドでも勝った。さっさと蹴りつけるぜ。疾風が神に変化した。チャンスリビューだ。うわっ、カカカカ引き裂け、アーク収容、絶招弾連陣、デッキ攻撃、カカカ別破消化。オッケー、男前が上がったぜ。一応あれか、魔王は一旦下げてもいいかもしれないな。回復力がちょっと変わってくるかもしれないけど、今のところ欲しい技がないからさ。ヒルダ、ヒルダはこれここにつけたいくらいだけど、出外すでけえな。使う術をこれに限定して、で使ってもらおう。まだちょっとこっちの方が入れすぎるかな。はい、サンドイッチかよ。よし、次だ。あ、でも何も育てたいからな。負けません。バランス考えると、どっちかってと抜くなら兄なんですよね。いてててて、ボールにすんな。このままでは。終わった。とりあえずバルカに到着。バルカこうね。さあ、ではラジルダに直行。また300ガルド。おっと、いて。俺一人で十分だ。いや、結構危なかったよ。
一瞬で HP 半分以上持ってかれたもん。はい、魔獣に入りました。どこで見た？とりあえずダメージ回復するために宿だな。ここだわ。この宿屋であの印を見た気がする。よし、調べてみよう。うん、私がとりあえず一泊していきつか。するから食べ物の恨みは怖いんだよ。どういうこと？腹が減るから機嫌が悪くなるんだ。キトレ、なんか作ってやってくれ。まったく、このちびっこは手間がかかるぜ。温床ね。あ、これは？これだわ。私はこの旗を見たのよ。うん、違う、これじゃない。え？あの紋章を見たのはここよ。でもこの旗、前に見たのとは違うわ。似てるとは思うんだけど。確かに石碑の印に似ているような気もする。下で話を聞いてみるか。ほいほい。廊下に飾ってある旗？ああ、前のとは違う旗だよ。今飾ってあるのはヒューマの旗で、前のはラジルダの旗よ。ヒューマの旗とラジルダの旗？そう、町全体の旗だったラジルダの旗は処分されちゃってね。処分ってどういうこと？少し前からヒューマとガジュマの仲が悪くなり始めてさ、嫌な感じねーなんて思ってたら、イーガ様からお達しがあって、これからはヒューマの旗を使えっていうわけよ。でもこっちは客商売でしょ。そんな旗を出したらガジュマのお客さんが来なくなっちまうよ。だからああやってこっそり廊下に飾ってあるってわけ。前に飾ってあったラジルダの旗っていうのはもう残ってないの？町中の旗が焼かれちゃったって聞いたわよ。ありゃ。ラジルダの旗というのはどんなものだったんだ？あの旗はね、ずっと昔からラジルダに伝わっているものだよ。確か真ん中に何か紋章が描かれていたと思うんだけど、何か特別な意味でも？あの紋章ね、あれの意味なのかどうかよくわからないけど、ラジルダの旗を掲げた時、昔の人たちはこんな風に歌ったそうだよ。時を越え我らは共に歌う、そこに道は開かれんってね。旗が焼かれたなんて昔の人が聞いたらがっかりするだろうね。うん。唯一の手がかりが燃やされてたなんて。うん、処分されたとはいえまだどこかに残っているかもしれん。探してみよう。なるほど。時をしょ、まあ、とりあえずせっかくここまで来たんでね、一旦友人や魔王の装備も整えてあげたいですね。まあついでにいろいろちょっと調査をしていきましょうか。お、
ラジルダの旗ですか。以前はうちにもあったんですが。このガジュマの人は落ち着いてんな。フォグマ様の使いの方がいらして持っていかれました。やはりないか。ラジルダの旗がどうかされたのですか。ラジルダの旗に描かれてる紋章について調べてるんだけど、肝心の旗が見つからなくて。そういうことですか。紋章にまつわる昔話のようなものでもよろしければお話しさせていただきますが。ぜひ聞かせてください。ではお話ししましょう。古くからの言い伝えでは、あの紋章は闇の力を意味しているそうです。闇の力。大昔、この辺りにはどんな願いも叶えられる闇の力というものがあったそうです。ガジュマは忌むべきものと恐れ、ヒューマは聖なるものとしてあがめ、考えの違いをめぐって争いが絶えることはありませんでした。やがて人々は闇の力が争いのもとだと気づきました。二つの種族は力を合わせ、闇の力をどこかの泉に沈めたのです。泉。争いの具を戒め、二つの種族が手を取り合うことを願って、闇の力を表すその印を町の旗の真ん中に据えたそうです。時を超え我らは共に歌う、そこに道は開かれんって、二つの種族が協力してラジルダを作ったってことを言ってるんだね。私はそういうことだと思っています。闇の力を沈めた泉はどこにあるの。わかりません。本当にあったとしても、闇の力に触れるべきなのかどうか。闇の力か。聖者の力と何か関係がありそうだな。かたや聖なるもの、かたや忌むべきもの、どうなってんだろうな。そのあたり族長から聞くしかなさそうね。さあ素直に話してくれっかな。闇。さてさて、アイテムや装備の補充もしたいね。これ打っていいな。あれ、ライフボトル俺結構使ったよね。補充しなきゃ。これ龍神にして動いたらどうなるんだろう。いや、どうすんだっけ。こうだ。はい。コロッと買ってくんな。シルバートンファーとハルベルド。ああ、でもなんかそんなに上がんない。これは無視でいいな。これを買おう。そっか、もう考えてみたらな、魔王に関しては前回城で手に入れた装備つけなかったんだもんね。多く買ってなかった。あ、そっか、言うあれだ、ベイグの分もらえるかもとか言って買わなかったんだな。
魔王のは買っとかないとな。闇とりあえずね、このラジルーダーで、まあ、ゲオルギアスに伝わ関わることが、まあ、何らか分かりそうなのでね、まあ、次回も引き続き、そのラジルーダーの旗ってやつか、まあ、それをまずキーワードにね、調査続けていこうと思います。はい、ではテイルズオブリバース実況プレイのパート30、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。